セネガルの熱帯雨林。回帰線で定義される熱帯の範囲。熱帯とは地球上で緯度が低く年中温暖な地域のことである。緯度による定義、気候区分による定義が存在する。緯度による定義では、赤道を中心に北回帰線と南海気線に挟まれた帯状の地域を意味する。英語で熱帯を意味するトロピックスは回帰線から生まれた言葉である。 気候区分による定義は気象学者によって複数存在する。以下では気候区分による定義、それも欠片の気候区分における定義に基づいた内容を紹介する。欠片の気候区分における記号は A で最も低イ度に位置することを示す。アリソフの気候区分では1936年に発表された地理的気候帯の中に熱帯があり、赤道気候、 赤道モンスーン気候、貿易風気候の三つに区分される。さらに貿易風気候は海洋性と大陸性に分割される。ただし、現在よく知られている1954年発表の気候区分には熱帯は存在しない。欠片の気候区分においては次のように定義され、以下の二つの条件を満たす必要がある。例えば、平均気温が一年中、摂氏19度で、 降水量が乾燥限界以上ならば熱帯に含められる。両海気線に挟まれた地域は日射量が多いため年中温暖となり、それによって上昇気流が生ずるため低気圧地帯となる。この低気圧によって豊富な雨量が得られ直下には熱帯雨林が形成される。この熱帯収束帯は季節によって太陽の通る緯度が変わるため、それに合わせて南北に動く。 これによって夏にのみ熱帯収束帯に入る地域は冬に寒気が来るサバナ気候となる。ただし大陸東岸ではモンスーンの影響のため寒気が目立たず熱帯モンスーン気候と呼ばれる。熱帯気候の気候区ごとの分布図熱帯雨林気候熱帯モンスーン気候サバナ気候ブラジル地球温暖化が進めば熱帯の分布は南北あるいは標高が高い場所に 向かって広がると予想される。温帯において、熱帯との境界に近い場所が、平年値の上昇により、温帯から熱帯に変更される可能性がある。例えば、日本の沖縄県宮古島1971-2000年の平年値では、1月の平均気温が摂氏17.7度、2月が摂氏17.8度と、過労うて温帯に含まれていたが、 1981から2010年の平年値ではそれぞれ摂氏18.0度、摂氏18.3度に上昇したため、定義上は熱帯雨林気候に変更されたことになる。2016年に発表されたナショナルジオグラフィック誌で紹介された論文によると、熱帯太平洋では降水量が4倍になる一方で、南北アメリカでは最悪3分の1にまで、また、 オーストラリア、地中海、アフリカ南部、アマゾンの一部では2分の1にまで減少すると予測されており、地球規模での熱帯化によって気候バランスが崩れていくとしている。熱帯気候には3つの気候区が含まれており、気候区の違いは降水量により規定される。気をつけたいのは、緯度による区分で定義された熱帯に属する多くの場所が熱帯気候ではないということである。 例として、サハラ砂漠がある。ケニア山は熱帯にあるがその山頂は気温が低い。しかし、熱帯に属する低地では、熱帯の鉱山地帯に見られるような気温における季節、変化はほとんどない。アムの M はモンスーンの M ではなくミドルの M である。7月の熱帯収束帯、上昇気流赤道に近い地域に集中しており、下降気流は より広く分布している。太陽高度の気候に対する影響のため、熱帯に属するほとんどの地域は一年を通して気温が高く、季節による温度変化よりも1日の気温の変化の方が大きい。熱帯気候地域における季節の変化は、降水量の変化により影響を受けており、特に熱帯雨林気候帯や熱帯収束帯では大きな影響を受ける。7月平均のイタックスは、 渦の通りである。上昇気流が発生する地域は、降水量が多く、下降気流が発生する地域は乾燥している。イタックスは一年を通して赤道付近に存在するが、インドのいくつかの地域では、地域的に発生する大規模モンスーンに大きな影響を受けている。ありがとうございます。